ユニクロの値下げを速報でお伝えします。今回の注目は豆黒ゴーチのシュアータンクトップ、ついに500円でし、着こなしもいろいろとアイデアが出てきているので使えるアイテムだと思います。レディース値下げランキングにして発表していきます。第8位はシアタンクトップ、お値段は500円、 74% オフです。初めての安値です。快適な通気性と涼しげなシアー感で、夏の重ね着もおしゃれに楽しめるインナータンクトップ。良い点からシアー系のインナーとしていろいろなものと相性がいいのでかなり万能、毎日のように着回しています。さらっとしていて気持ちが良いし、気温が35度前後になるような真夏はこれ1枚で過ごす日が多くなりそうです。もちろんインナー必須。綺麗なブルーの色合い、ワンピースの中やアウターのインナーとして使用し、透けすぎずに抜け感が出る。悪い点、シアーものは小さめに作られている。全体的にタイトなので S サイズだと金太郎になる。第7位は 3D メッシュセーター5分袖1290円、 67% オフです。初めての安値です。良い点から、サイズをアップすると綺麗に着ることができる。サイズを上げると絵が目立たなくなり着やすくなる。サイズを上げると着痩せ効果がある。サイズを上げると胸を強調せずに着られる。可愛くて様々なアイテムに合わせやすいデザイン。着用すると可愛くスタイリッシュで胸元のデザインも目立たない。ブルーが顔写りが良かった。ブルーの色が新鮮で可愛かった。悪い点、試着した結果予想外のサイズが必要になることがある。丈が短めなデザイン、胸のデザインが恥ずかしい。第6位はバギージーンズ、丈標準 76cm、 価格は3990円、 20% オフです。綺麗なシルエットを実現するワイドパンツ。良い点から、ウエストやヒップから太もものラインがゆったり。太めのボトムスでもシルエットが綺麗。悪い点、サイズが大きすぎる。ウエストが広がりやすい。選択を繰り返すうちにどんどん伸びていき、ウエストもお尻もガバガバに。第5位はコットンストライプシャツ、長袖1290円、 56% オフです。初めての安値です。ノーアイロンで着られる快適なコットン素材のオーバーサイズシャツ。良い点から、サイズ感はぴったり、いつも通り。絵が強いのでシワが気にならず、ノーアイロンで着られる。お尻が隠れる丈感と中周りにゆとりがあり、洗濯後にシワを伸ばす必要がなく肌触りも柔らかい。ニットやデニムシャツからチラ見せすると可愛いストライプ。グリーンが綺麗、とても綺麗なグリーンです。悪い点、襟元が大きくシルエットが四角っぽい。ストライプの幅が少し太い。ピッチが太くてカジュアルなストライプ。第4位はスマートアンクルパンツ、グレンチェック2ウェイストレッチテーパード標準丈64から66cm、 お値段は1990円、 50% オフです。初めての安値です。良い点から、軽くて履きやすいです。動きやすく足をきれいに見せてくれるズボン。悪い点、サイズのおすすめが当てにならなかった。中に着込む余裕がないジャストサイズ。オネストでお尻や太ももが強調される。第3位はユーベイカットフレンチスリーブセーター990円、 50% オフです。初めての安値です。上品で綺麗なラインのフレンチスリーブセーターで、太めの二の腕も気にならず細く見えるスタイルを演出。良い点から、軽いし柔らかいし着心地も良いです。二の腕の太い人でもフレンチスリーブが似合うデザイン。フレンチスリーブが上品で細見えする。グレーが特に可愛い。第2位はユーベイカットクルーネットカーディガン、長袖、価格は1990円、 33% オフです。
柔らかな肌触りと絶妙なサイズ感で快適な着心地を実現するカーディガン。良い点からサイズがちょうどよく、カーディガンやアウターとして使える。サイズの着丈と身幅がゆったりしているが、シルエットはすっきりしている。着心地が柔らかく肌に馴染む。綿とレイヨン素材で軽やかで柔らかい着心地。 UV カットが効果的で洗濯後も形が崩れない。耐久性があり、洗濯による生地の傷みが少ない。洗濯機で洗えて丈夫。悪い点、洗濯後に毛羽立ちが生じる。そして第1位はレイヨンブラウス長袖1290円、 35% オフです。サラサラな肌触りとゆったりした着心地が魅力の、デザインも素敵なブラウスです。良い点から、生地がサラサラで肌触りが良い、デザインが良い、アイロンが不要、着心地がよく可愛い、洗濯してもシワがつかない、シャツとして使いやすい、コストパフォーマンスが良い、毎日の仕事着に最適。悪い点、オーバーサイズとしては物足りない。雪丈が短いと感じる人もいる。サンプル試着が欲しい。メンズ値下げランキング形式で紹介します。第1位はワイドフィットジーンズ竹長め 84cm、 お値段は1290円、 67% オフです。初めての安値です。良い点から、ジーンズの品質が良い、丈が長くて良い、カジュアルから綺麗めまで幅広いスタイルに合う。太めのふくらはぎでも履きやすいシルエット。悪い点、サイズが合わない、サイズが大きい、好みのカラーがない。男女兼用値下げランキングにして発表していきます。第1位はワイドフィットジーンズ丈標準74から 77cm、 お値段は2990円、 25% オフです。スタイリッシュなワイドジーンズでセンスの良さと快適さを両立します。良い点から、大きめサイズでもスタイルをよく見せてくれる、カラーバリエーションの良さ、ワイドシルエットとテーパードの絶妙なバランス、程よい厚みと柔らかい素材感、上品で美しいワイドフィットなシルエット、カラーパンツでもトレンド感があり挑戦しやすいシルエット、でかすぎず包み込むお腹周り、しゃがんでも足さばきが楽です。悪い点、サイズ表が当てにならない、ウエストの絞りが異なるため試着が必要。その他の注目アイテムです。シームレスショーツジャストウエストセットアップ可能、500円、 36% オフです。初めての安値。 3D コットンボリュームスリーブセーター5分袖1290円、 56% オフです。初めての安値。リネンブレンドバンドカラーシャツ7分袖価格は1990円、 33% オフです。初めての安値。その他の注目アイテムです。ナイロン2ウェイバッグお値段は790円、 60% オフです。初めての安値。50色ソックス190円、 34% オフです。初めての安値。シングル2990円、 25% オフです。エアリズムボックスシーツシングル価格は1990円、 33% オフです。コーデのアイデア集やパーソナルカラーなど、シアタンクトップ透明感が美しいシア素材のタンクトップが登場。バイオリンさんから青シアタンクトップを着てから青シアクルーネックティーを着ました。ネック、アームホール、裾を光沢があって縫い目が見えないパイピング仕様にし、ディテールにもこだわったデザイン。ピオーネさんから露出を抑えるのに便利、身幅はジャストサイズくらいです。メンズ着用時の身幅は小さめです。詳しいサイズの比較
を細かく分解しました。 SNS の人気コーデカラー01はタックワイドパンツと合わせてカラーは56、カラー09はタックワイドパンツと合わせてカラーは09、カラー66はタックワイドパンツと合わせてカラーは61、カラー34はタックワイドパンツと合わせてカラーは09。お肌と調和するカラーごとにまとめました。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。家で、はるさんはイージーカーボパンツのカラーと相性バッチリ。スリーディメッシュセーター、ゴブ袖。透け感やメッシュの絵を遮る縫い目がなく、とても美しい。より軽やかな着心地に。バナナミルクさんから、柔らかく着心地よし、身幅は小さめです。肩幅はジャストサイズくらいです。ショートパンツと合わせたスポーティな着こなしや、スカートと合わせたクリーンな着こなしも楽しめる。東京都の女性から、店舗にて試着しました。メンズ着用時の身幅は小さめです。肩幅は小さめです。詳しいサイズの比較。カラーを細かく分解しました。SNS の人気コーデ、カラー30はタックワイドパンツと合わせて、カラーは53。カラー09はタックワイドパンツと合わせて、カラーは56。カラー64はタックワイドパンツと合わせて、カラーは06。パーソナルカラーごとの見合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。家で、はるさんはカーボパンツのカラーがいい感じ。トレンドのカラーをまとめました。バギージーンズ丈標準 76cm、 柔らかくほど良い重さのコットン 100% デニム。ソライロさんから、待ってたローライズ。ポポケットデザイン。サンサンさんから、待ってました、ローライズのバギージーンズ。ハイウエストの商品が多くて、どうしてもお腹周りが気になる私にはローライズが一番助かります。腰回りがすっきり見えるローウエスト仕様。詳しいサイズの比較。渡り幅は普通です。股上は普通です。裾幅はもも回りと裾回りが同じくらいです。カラーを細かく分解しました。はい、カラー08。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。コーデの色の組み合わせの例です。ブルベ、夏さんはコットン A ラインシャツワンピースのカラーがいい感じ。トレンドのカラーをまとめました。長袖、上質なコットン 100% 素材、リラックス感のあるボクシーシルエット。ポコリンさんから、思ったよりストライプが太めで派手でしたが、ニットやデニムシャツからチラ見せするととても可愛いです。身幅はゆったりです。肩幅は大きめです。腰回りをカバーする着丈で合わせやすい。和歌山県の女性から、可愛いし痩せて見える、春に20丸。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。詳しいサイズの比較。雪丈は普通です。カラーを細かく分解しました。 SNS の人気コーデ、
カラー73はバギージーンズと合わせてカラーは10。カラー62はタックワイドパンツと合わせてカラーは40。カラー54はバギージーンズと合わせてカラーは63。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベハルさんはウルトラストレッチレギンスパンツのカラーと相性バッチリ。スマートアンクルパンツグレンチェック2ウェイストレッチテーパード標準丈64から 66cm、 縦にも横にも伸びる2ウェイストレッチ素材、ウエストゴムが見えないデザイン、ウエストはジャストサイズくらいです。膝にゆとりを出した緩やかなテーパードシルエット。大阪府の女性から、私は太ももが太いのですが形やセンタープレスグレンチェックのラインが想像以上に足を細く見せてくれてびっくりしました。メンズ着用時のウエストは小さめです。詳しいサイズの比較。渡り幅は普通です。股上は普通です。裾幅は足首に向けて程よく細めです。カラーを細かく分解しました。SNS の人気コーデカラー02はステンカラーコートと合わせてカラーは56。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。ブルベ夏さんはシアクルーネックティのカラーと相性バッチリ。ベンチスリーブセーター、滑らかな肌触りのコットンレーヨン素材。岡山県の女性から、2021年に発売されたフレンチスリーブセーターが大好きでヘビロテしすぎてだいぶくたびれていたので再販を待っていました。発売と同時にオンラインで購入しようかと思っていましたが、サイズ表を見ると2021年のものよりサイズが小さくなって、素材が綿 100% から綿 60% レーヨン 40% に変わっているということで、店舗で実物を見てサイズを決めることにしました。 UV カット機能付き。猫の母さんさんから、値下がりに惑わされず着体サイズを選んで、身幅は小さめです。ワードローブにあると便利なセーター。愛知県の女性から、ワンピースに合わせてメンズ着用時の身幅はかなり小さめです。詳しいサイズの比較。カラーを細かく分解しました。はい、カラー07。 SNS の人気コーデカラー07はタックワイドパンツと合わせてカラーは09。カラー01はタックワイドパンツと合わせてカラーは06。カラー62はスマートアンクルパンツと合わせてカラーは00。カラー12はタックワイドパンツと合わせてカラーは30。カラー09はタックワイドパンツと合わせてカラーは56。お肌と調和するカラーごとにまとめました。コーデの色の組み合わせの例です。ブルベ夏さんは 3D リブロングスカートのカラーがいい感じ。UV カットクルーネックカーディガン長袖。滑らかな肌触りのコットンレーヨン素材。
UV カット機能付き。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。ワードローブにあると便利なカーディガン。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅は小さめです。詳しいサイズの比較。雪丈は普通です。カラーを細かく分解しました。はい、カラー62とカラー69とカラー01。 SNS の人気コーデカラー09はタックワイドパンツと合わせてカラーは56、カラー03はタックワイドパンツと合わせてカラーは06、カラー01はタックワイドパンツと合わせてカラーは32、カラー69はタックワイドパンツと合わせてカラーは06、カラー73はタックワイドパンツと合わせてカラーは06、カラー62はタックワイドパンツと合わせてカラーは40、カラー55はタックワイドパンツと合わせてカラーは40、カラー41はタックワイドパンツと合わせてカラーは30、カラー12はバギージーンズと合わせてカラーは66。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。ブルベ夏さんはストレッチスリムストレートジーンズのカラーが得意。トレンドカラーはこちら。レイヨンブラウス長袖、肌触りの良いレイヨン素材。ナッチアンさんから、仕事が黒色、長袖、襟付きが規則で冬でも室内が暑いためポリエステル以外で探していたらユニクロでレイヨンほか見つけました。着回しやすいベーシックなデザイン。雪宮さんから、メンズでも作ってほしい。身幅は大きめです。肩幅は大きめです。クリーンにもカジュアルにも着回しが効くブラウス。ゴッシーさんから、朝コンの綿シャツを愛用していましたが、このシャツはシワになりにくく肌触りはふんわりしなやかで日常着にぴったりです。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。詳しいサイズの比較。雪丈は普通です。カラーを細かく分解しました。はい、カラー19とカラー32とカラー59。 SNS の人気コーデカラー66は感動パンツと合わせてカラーは69。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。コーデの色の組み合わせの例です。ブルベ夏さんは感動パンツのカラーがいい感じ。ロンドンとニューヨークのトレンドカラーです。竹長め 84cm、 ワイドながらも裾に向かって緩やかなテーパードがかかったシルエット。より幅広い層に着ていただけるようにシルエットは少しすっきりめに。ハイウエストでタックインの着こなしなどができるのでスタイリングの幅が広がる。ハルパンさんから、通常サイズより大きめ。詳しいサイズの比較。渡り幅は少し広めです。股上は少し深めです。裾幅は足首に向けて程よく細めです。
カラーを細かく分解しました。はい、カラー08。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。ブルベ、夏さんはエクストラファインコットンブロードプリントシャツのカラーと相性バッチリ。ロンドンとニューヨークのトレンドカラーです。ワイドフィットジーンズ、丈標準74から77センチメートル。ワイドながらも裾に向かって緩やかなテーパードがかかったシルエット。東京都の女性から、春夏のワイドフィットジーンズを気に入って着用しているので、ダークグレーを見て即購入しようとしたが、12月前半の発売直後にはすでに27が完売しており、店舗も全滅で購入できなかった。カラーを細かく分解しました。はい、カラー08。 SNS の人気コーデ、カラー63はエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツと合わせて、カラーは67。カラー02はプレミアムリネンシャツと合わせて、カラーは71。カラー68はデニムジャケットと合わせて、カラーは68。カラー65はフランネルチェックシャツと合わせて、カラーは66。カラー08はデニムジャケットと合わせて、カラーは08。お肌と調和するカラーごとにまとめました。コーデの色の組み合わせの例です。ブルベ、夏さんは UV カットジャージークルーネックカーディガンのカラーがいい感じ。トレンドのカラーをまとめました。はい、ユニクロ 3D メッシュセーター、ゴブ袖と GU ライトデニムワイドパンツ、丈標準 69.0から73.0センチメートルですね。なんと今回は値下げ情報を紹介してきました。いつもご覧いただきありがとうございます。いいねもありがとうございます。この動画はユニクロ、GU、島村、ハウツ、レビューをテーマにお届けしました。